よう。なんだ？よし。会議を始めましょう。どうかな。わかった。頼むな。それではボスの攻略に向かいましょう。
わかった。アクティベートしてきたよ。そうだね。あ、キリタ。ねえ、キリタ。どっか気分転換できる場所ってないかな。気持ちがよくってさっぱりできるところ。あー、なんかすごい場所だね。ねえ、聞いてもいい？キリトたちはこのゲームのクリアを目指してるんだよね。ずっとここにいたいとか思わないの？こんなに綺麗な場所だってあるし、お嫁さんだっているし。クリアしちゃうと多分キリトと会えなくなる。うん、でも私よう。ちょっと疲れたなって思っただけ。分かってる、ありがとう。Thank you.
くん。お、キリト、ちょうどいいところに来てくれた。仕入れの関係で今から急に店を開けることになっちまったんだが、その間の店番頼めねえか。オンに切るぜ。戻ったら何でも好きなものをおごってやるからよ。じゃちょっくら行ってくら。こっち、飲み物まだ来てないぞ。すみません、武具の予約をしていたものなんですけど。すみません、エギルさん、アイテムの鑑定をお願いしたいんですけど。お兄ちゃん？こんなところで何してるの？なんかすごい混んでるね。ご注文を受けたまわりました。ベリーソーダ2つですね。すみません、こっちも注文お願いします。はい、少々お待ちください。ごめんお兄ちゃん、前見てなかった。痛いけど大丈夫。っていうか、私たちがフル稼働しても手が回んないよ。どうしちゃったの今日は。エギルさんはいつ帰ってくるのかな。キリトさん、酒場のお手伝いですか？いや、そういうつもりはなかったんだけど、成り行きでね。お忙しそうですね。ちょっとお茶しようと思って寄ったんですけど、手伝いましょうか？ですけど、そんなに困ってたんですね。これください。ブレンド一つですね。かしこまりました。すみません、お水。はい、お手元を失礼いたします。注文いいですか？
ファッカの木の実ジュースを2つ。はい、ジュース2つで10ゴルになります。ああ、いらっしゃいませ。お席ご案内させていただきます。慣れてる。何？あれ？キリト君、リーファちゃん、それにシリカちゃん？どうしたの？みんな、お店のお手伝い？なんかそうみたいだね。私も手伝うよ。今日くらいいいよ。何したらいいかな。キッチンやろうか。キリト君、これ味見してくれる？一応レシピ通り作ってみたんだけど、ちゃんとお店の味になってるか不安で。覚えて、今度キリト君にも作ってあげるね。キリトさん、すみません、ちょっと来てもらえませんか。怖そうなお客さんにつまずいて紅茶かけちゃって、本当にごめんなさい。アイテム買い取りの方、列ができちゃってるよ。あんたたち、何やってるの？お店ごっこ？シノノ、お願い、手伝って。手伝うっていいけど、私にできることなのそれ？あ、お前黒の剣士キリトじゃねえか。どうしてこんなところにいるんだよ。とんでもねえ、ケチつけて悪かったよ、許してくれ。いろいろすいませんでした。俺たち消えるんで、それで許してください。はい。行っちゃいましたね。キリトさん、すごいです。でもキリトさんが言ったから効果があったんですよ。助けてくれてありがとうございます。とんでもないです。じゃあ私は仕事に戻りますね。お客さん大勢お待たせしちゃった。
これの取引をお願いしていたんだけど。はい、どうすればいいのかしら。まずトレードウィンドウを出して。トレードウィンドウ使ってみたことある気がするわ。どうやって出すんだっけ。そこから。力になれなかったみたいね。ごめんなさい。シノノ、まだアインクラッドに来て日が浅いんだよね。すっかり忘れてたわ。でもどうしよう。酒場の方は私とシリカちゃんでどうにかなるとして。私鑑定なんてできないし、さっきから断ってばかりだよ。エギル、注文の武器一式届けに来てあげたわよ。あれ、エギルいないの。何を一体。ありがとうございます。お次のお客様、受け止まります。こちらのお品物ですね。なるほど、いい防具のようですが少々傷があるようですね。ほらキリト、あんたはこの武器チェックして。剣士なんだから武器の良し悪しくらいわかるでしょ。思ったこと教えてくれればいいから。よし、こっちの鑑定はおしまい。よし。ありがとう。ちょっと持ちすぎちゃった。お客さん行くわよ。あんたは武器のチェックお願いね。シリカ、任せて。多分こうすれば。ありがとうございます。力加減もちょうどよかったみたいね。ついてきた感じね。
もこんな日に限ってお客さんが一向に減らないね。住んでてくれる？アイテム買い取りの待機列が3名を超えました。ヘルプお願いします。はい、私行きます。カウンター右側のお客さんが注文みたいです。在庫がなくなりそうです。じゃあ私が出しておくわ。そうですかみんなのお役に立てて嬉しいです。かなり長い時間店を開けちまった。それは俺が悪かった。そして店番のお礼には何でもおごるとも言ったけどな、おごるにしてもこの人数はなんだ。ポテトグラタンでしょ、リゾットでしょ、あとどうしようかな。あたしはパスタセットで。取れたて永久食材のベーグルサンドが食べてみたいな。あ、食後はチョコパフェをお願いします。私は7食パンのフルコースにポタージュスープがいいです。じゃあ私もパスタセットで、食後に紅茶とケーキ。ああ、なんで全員に怒らなきゃいけねえんだ。だって私たち全員頑張ってお手伝いしたんだもの。そうだよね、キリト君。そりゃそうだけどよ。Our mission was to rendezvous with a supply convoy.